はい、始まりました。こんにちは。私の幸せが一番 TV。メイ,メインパーソナリティの春日ともみです。今日もよろしくお願いします。今日も素敵なゲストの方にお越しいただいています。リコさん、こんにちは。緊張されてますか大丈夫ですか こんにちは緊張してます <laughs> あリコさんもしよかったらお手元の携帯で私のフィードをシェアしていただけたらリコさんのお友達にも見ていただけるのであの今ねもう放送始まってるんですけどあの大丈夫なのでシェアいただけますかシェアしました。あすごいリコさんできる人ありがとうございます。では改めましてご紹介しますね。はい、えっと今日の素敵なゲストさんは。 食べやせ体質改善アドバイザー、三岡理子さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい。えっ、ー、と、今日あの、この番組は幸せな大人夫婦を増やしたいという思いで、えっ、ー、と、毎月土曜日、えっ、ー、と、第一土曜日ですね、2時から配信させていただいています。で、あの、ご夫婦がとても お幸せでうまくいっている人に、その秘訣をどんどん聞いてみようという番組です。では、今日のゲスト的なゲストさん、りこさん、えっと少し自己紹介お願いしてもいいですか？判断で大丈夫です。はい。えー、食べ痩せ体質改善。アドバイスとえー、発酵食の料理教室を自宅でえー。開催しております。あと、オンラインで。 あの食事のアドバイスなど、えそこを通して皆さんに健康で、うん、幸せな生活をしていただくっていうえお手伝いをしております。よろしくお願いします。みこさんありがとうございます。みこさんあのお料理サロンというか教室のお名前もありましたよね。ご自宅でされてますけど、なんていうお名前でした？はいええー、サロンは発光一遊っていう。 うん、って読むんか思いなどんな思いでつけられたとかあるんですかそうですねこの「発行一湯」っていうのはもともと日本の古い言葉で宇宙全ての人が、まあ、家族でみんな仲良く平和っていうような、まあ、ざっくり言うとそういう意味があって「<ー>発酵」っていうのはまあ違う字なんですけれども。 その発酵とその発酵食の発酵をちょっと当ててあのそういう意味でつけさせていただきました。えー、とっても素敵ですね。その「一湯」っていう言葉を私は知らなかったんですけどなんかどんな字を本来は書くんですかねと、うん、はあのは漢数字の「一」に宇宙の「う」です。あ一流ですねはい あーなるほど。わあ、すごい素敵ですね。いやーありがとうございます。はい。あの、こうね、今、こう映ってるリコさん、こう見るね、お見かけするだけで、あ、なんかとっても素敵な雰囲気でって、皆さん思われてると思うんですけど、リコさん、ご夫婦もとっても素敵であのめちゃめちゃラブラブですよね。そうですね。はい。<laughs> <laughs> その秘密をね、これからどんどんとお聞きしていきたいなと思います。うん、はい。では、えっ、ー、と、早速ですけれども、えー、まず、リコさん、ご結婚されてどれくらい経たれましたか、うん、結婚は今年で、えー、8年目です。うんうん。ね、意外と今までのゲストの方に比べたら短めですよね。うん うん、うん、えっとそうだな何からお聞きしようかなえー、っとどんなところに惹かれてお付き合いが始まったんですかご主人様のそうですねそうあの結婚して8年なんですけどその前に出会ってから15年っていう期間がありまして最初に出会った時はあの どっちかっていうとこうあの頼りない感じで <laughs> この人なんか何とかしてあげないといけないっていう気持ちから最初はそんな感じでしたねえなんかあの何て言うのかな意外ですりこさん見てるとこう男性が守ってあげなきゃいけないみたいな雰囲気に見えるそういう女性に見えるんですけど実際はなんか ご主人の方がもっとこう頼りない感じで守ってあげなきゃと思ったんですね。そうですね、多分、あの多分内面的にはすごく支えてくれてると思うんですけど、うんうん、私自身ももともとは、そういう,こう頼,れ頼れて、すごい強い男性に憧れてたんですけど、実,実際あの、うちの夫はそういうタイプでは全然なくて、でも、 うん、そういう、こう、私の方が、えー、どっちかというと、ちょっと強いタイプで、それが、こう、意外とうまくいってるというか。うんね、えー、なんか初めての発見だったんですね。じゃあ、ご主人と出会ったことで。そうですね。うん、なんか、頼りの、頼りがいのある強い人が好きって自分では思っていたけれども、実際逆パターンで、 あなんだか合うわっていう感じで新しい気づきと発見だったんですねそうですねだからこう表面的な強さではなくって声、うん、のある優しさの強さがあってそこに一番惹かれたのかなと思います。 あーなるほどね。表面的なもの、なんかもう、がたいが大きいとかね、力強いって、そういうのではないけれども、ご主人はちゃんと芯が通ってて、こう精神的に強い方だったんですね。そ、ね、こを見抜けたんですね。最初は見抜けなかったです。<laughs> <laughs> 15年ってすごいですよねあの。よく別れずに15年続かれましたよね。 15年は結構あの友達の期間もありました。ああそっかそっか出会ってから15年ですもんね。うん、でもなんかこう友達としていろんなことが知れる期間っていうのもすごく大事ですよね。そうですねいい期間だったと思います。そうですよねなんかあの恋人同士の時に見えることと友達の時に見えることって違いますよね。 <laughs> それで言うと、あのー、お友達期間が長いのはリコさん的にはおすすめですか相手をよく知るっていうことはすごく大事なことだと思います。そうですねその通りですね。うんありがとうございます。えっとその15年の間にその強さという精神的な強さと優しさという分部分で あこの人素敵だなと思って、で、結婚に至ったんですかね。いいですね。うん、ご主人は、リコさんのどんなところに惹かれて、ご結婚を決められたんですかね。だから私とは逆に、きっと、あの、私の、まあ、強さ。<laughs> <laughs> 私はどっちかっていうと、やると決めたら、何でもこう突っ走ってわーってこうやるタイプなので、あのそういうところに、たんじゃなんかそんな風に見えないんですよね、すごく可憐に見えるんですけど、でもなんか、意外とその気持ち的にたくましいんですね、リコさんは。 そうですねあの、見た目によらずっていうのは、よく言われます。えー、でもなんかそういうギャップって、めちゃめちゃ魅力ですよね。でも、自分自身も、そんな自分があるとは思っていなくって、やっぱりそういう部分を引き出してくれたのも、やっぱりその旦那様との出会いがあって、うん、そういう自分が出てきたように感じますね。あなるほどその まっしぐらに突き進める力があったんだって気づけたっていうことですかご主人と出会ったことで。そうです、ね、あの、強さうん。自分でもやれるっていうか、今までこう、誰かに頼りたいとか、そういう気持ちがあったのが、私が強くないとダメだっていう風に思う。 思えて、まあ、強くなれ、あの強さが出てきた、元々あった。なるほど。あ、でも確かにその立場や環境が与えられると、そういう風うになれるって人はね、よく言いますもんね。うん。そういうあの秘めた力をご主人が引き出してくださったんですね。そうです。<laughs> で、それはリコさんにとって良かったなって思うことなんですか？ すごく良かったと思ってます、えー、なんて素敵なんだろう、なんでこの人頼りないんだで終わらないんですね、そういうことではなくてあの、この私の強さを引き出してくれたことに、もうすごく良かった、感謝してるっていう、そういう捉え方もまた素敵ですよね、リコさん。そうですね、いや、実は本当に、あの一番最初に出会った時はあは、本当に嫌いなタイプで。<laughs> ああるあるですね <laughs> お付き合いしてもやっぱりこの人ダメだって思って友達の期間とかもやっぱりこの人ダメだなって思うことしかなかったんですけど本当に自分が落ち込んだ時とかいろいろあった時にいつも支えてくれるのが彼の,の存在があってそこで自分は。 強がってた自分に気づいたりいろんなことに気づかせてくれたのがはい、うん、しでしたえー、トレンディードラマみたいですねトレンディードラマって今分かってくれるのかなこの言葉 <laughs> だけど <laughs> なんかね本当に気づけばいつもそばで支えてくれてた人っていうねすごい素敵いやありがとうございます えとまあ、そんなね、莉子さんご夫妻ですけれども、えー、と15年もとあの出会ってからあって、さらにまた結婚されて8年も経ってるわけだから、一緒におられる時間がすごい長いわけですよね。で、えー、とーその期間の中で、あの何年も何十年も経ってる今、好きなところってご主人の変わらないですかそうですね。 あの昔は嫌だなって思ってたところが今はいいところになってますね。えーすごいえー、すごいあの、えー、素晴らしいいい変化ですねじゃあ。<ん>えー、ねえだって最初嫌いだったんですってさっきはっきり言ってはったもんね。えー、なんて素敵なんだろう。でもこれってそのご夫婦がねなんかちょっとうまくいかないなとかなんかしっくりこないなって。 思ったり感じたりしてる人たちにとってはすごい大きなヒントだと思うんですよねこう。同じことでも本当にどの角度から見るかとかどういう捉え方をするかで嫌いになったり好きになったりするってことでしょそうですね。ねだからここはねすごい大きなヒントだなって思うしリコさんの捉え方が素敵ですよね。 ね、いやいやいやもうあの自分も至らないところがいっぱいあるのでそういう時にもう自分の見方がこうこれが正しいと思ってたのがいやそうじゃなかったっていうことにやっぱり気づくと見え方が変わってきますよね。あめっちゃいいこめっちゃいい言葉お聞きできましたいや。本当にそうですねなんか 自分も至らないところがあるしとか自分は完璧自分も完璧じゃないしというか完璧な人なんていないしっていう考え方ってとっても大事ですよね。いいですね。うん。いやありこさんありがとうございます。そうだな。じゃあそんなりこさんご夫婦ですけれども日々になんかこう小さな揉め事とか喧嘩みたいなことってあったりしますか まあ喧嘩、喧嘩はあまりしないんですけど、私が一方的にあの怒ってることはよくあります。<laughs> えぇ、ー、かわいい。それどうするんですかその結末はどうなるんですかそうですね。大体、あの、旦那様の方が、ごめんねって。<laughs> えぇ、ー。 めっちゃいいな。え、それはリコさんがこう、怒ってるうちから、あのー、もう、謝ってくれること前提なんですかねうん、あでもやっぱり、まあ、こうした方がいいよっていう点もやっぱ治らないことが多くって、それが積もる、積もってくるとこう、怒っちゃうんですけど。<laughs> あの、こうした方がいいよっていうのは、まあ、価値観のずれですよね、小さな。 そうですね。あの、お話できる範囲でいいので。例えば、どんなことがあるんですか。うん、例えば、私は、あの、自宅で料理教室をやってるので。大丈夫ですか。大丈夫ですか。今。あ、聞こえてます。聞こえてます。大丈夫ですよ。うん。画像がちょっと飛んでしまって。あ、なんかね、やっぱり電波。 今回衛星なので電波で途中切れちゃったりすることもあるかもしれないですねでも大丈夫ですちゃんとこちらでは配信続いてますよ、うん、よかった <laughs> 大丈夫ですも、ね、う、うん、あの自宅で料理教室やってるのでうん、うん、キッチンは、まあ、どっち私の仕事場というかうん、うん、なんですけどやっぱり旦那さんが使う時もあるのでそうん、いう時にこう、えー ものが動,動いてたり、もう使い方が違ったりするとすごくこうだんだんイライラして。<laughs> なるほど。まあそれも私の勝手なことだなとは思うんですけど、あこうしてほしい、ああしてほしいっていうのをすごくこう、細かく言うのをなかなか、まあ難しいとは思うけど、チクチクと言って、まあたまにちょっと爆発して怒っても、まあ大体彼の方が ごめんねって謝ってくれます。ええー。はいです、ね。もう、素敵なんだろう。えー、え。じゃ、あの、逆に、ご主人が。ちょっと、こう、怒ったり、することってあるんですか。あ、私に対して怒ることはないですね。ええー。なんて、できた旦那さんなんでしょう。<laughs> そうなんだ。いいですね。その不平等さ。<laughs> <laughs> うんうん、なぜそうなっているかっていうところがあの私もこう皆さんにお伝えしたいところでもあって毎日おいしいものをあの食べさせてるって言ったらあれなんですけどおい、うん、しいものを作ってもらってるっていうのがあるから餌を。あのえそう もらってじゃいいの？って言ったら言葉悪いんですけど、多分言葉が使う言葉が選ぶ。言葉が面白い。<laughs> はい。でもめちゃめちゃ伝わりますよ。もう本当にあの？そういう意味ではない。私も作るのが好きなので、美味しいものを食べてもらいたいと思っているので。本当に健康。健康にも慣れて美味しいものをいついつも考えて作って出しているので、多分そのことで。 彼は私にこう文句を言おうという気にもならないんじゃないかと思っています。ね昔からなんか胃袋をつかむみたいなことはねよく言われてますよね。うん、あ食べ物でねかあの人は全てできているのでなんか本当に自然自然でというかこう体に良いものをでそして美味しいものを。 毎日食べさせてもらえたら、あのー、脳もね脳も多分健康になるのでそうですね多分ねなんかいらないいらない怒りも多分湧かないだろうしうん、うん、小さなことにイライラするようなことっていうのは本当に脳みそが炎症している状況なのでほとんど食べ物でね解決できそうな気がしますよね。そううなんんです <laughs> それをもう、はい、リコさんが毎日ねしてくださるのでリコさんのご夫婦の「ご夫婦円満」はリコさんのおいしくて体に良いお料理だってことですね。そうですね。<laughs> ね <laughs> いやなかなかね今、あのー、共働きのご夫婦が多いしちゃんとお料理できてる。 奥様方は少ないですよねやっぱりねうーんなんかそれがあの全然悪いっていうお話ではないけれどもなかなか難しいなやりたいけどできないなと思ってる人は多いかなとはちょっと思いますねでこのあとねえりこさんにあの美味しくて体によくてでそんなに難しくないよっていうようなお料理のお話もねしていただこうかなと思いますけどやっぱり食べ物って毎日口にするものって大事ですね。 そうですね、本当に。実際、リコさんご自身のもちろん食べてるものもすごく良くなったんですよね、きっと。いいですね、はい、リコさんご自身もリコさんご自身のお食事を変えていったことで何か変化があったりしたんですかたたくくささん変化がありまました、えー、何か教えてくださいそうですねあ、ま、ず うーんまあ、産後太りが全然解消されなくって。ええー、意外、うん。で、やっぱり、こうあの、出産前にこう、独身の時とかに、ちょっと食べ過ぎたなと思ったら、こう、すぐに、まあ、体重って調節できると思うのに、うん、産後は、あの、そういう、もう簡単にはいかなくって、本当に、 体調も良くないし、疲れやすいし、いつも結構やっぱイライラしていることが多かったと思います。でも食事を変えてから本当に体重もすっと、本当にすっと体重も減って、あの体調も本当によくなって、精神的にもすごく満たされて、毎日生活できるようになっています。 えー、すっごい変化ですね。なんかやっぱりね女性の体ってすごく複雑なので、あのー、男性よりもこう気分の浮き沈みが激しくあったりあと、えー、あのなのその体調が悪くなったりねあちらこちらがしんどくなったりっていうことが年々年々増えてくると思うんですよね。でやっぱり 体が不調だとどうしたってこうイライラしがちになるし気持ちが健全に保ちにくくなりますよね。ねうん、しんどいのにニコニコできるってなかなかですよね普通に考えてね。うん、やっぱり体調があのいいっていうことはこうすべてに通じるのでそういう意味ではもう本当にうーんやっぱり食事ってすごいですね。いいですね うーんだから夫婦喧嘩もないんですよね。そうですね、うん。いやーありがとうございました。えっと、ちょっと戻るんですけど、まあ、なさそうだなとは思うんですが、一度、一応お聞きしてみますね。そんなリコさんご夫婦にあの危機、危機ってあったんですか大きな危機。危機は何度かありました。<laughs> 本当ですかそれはご結婚されてからそうですね。結婚してから。はい。それはじゃあ、どうやって乗り越えられたんですかそうですね。でも、まあ、妥協せずに、とにかく、気持ちを本当にぶつけて、話し合いしたりとか、うん、中,途半中途半端に、こう、ただ解決っていうよりも、あの、もう根本的なところから、 きちんとお互いに話し合って解決をしてこれたからよかったかなと思っています。あちゃんと話ができるお二人っていうことなんですね。そうですねあの。どちらかというと、その、ね、夫はあんまりこう自分の思ったことを話せないタイプだったので、うんうん、とにかくそれを、あの、 私がこう引き出して自分もぶつけてあの思ってることをちゃんと言ってほしいとでぶ,つぶつかり合った時もありますね。あす<ー>てですね。何かそういうそういうエピソード必要ですよねやっぱりこれあの一生を共にしていくわけだから、うんね、旦那さんがリコさんのその精神的な強さを引き出して。 で、リコさんが旦那さんのその本当の思いを口にするっていうことを引き出してあげれたっていうことなんですね。そうですね。ええ、すごい。だきちんと話ができる。二人になれたっていうのは素晴らしいですよね。はい。で、ちゃんとこう話をして、さ、ちゃんと二人で解決ができていったっていうことなんですね。そうですね。うん。ちゃんとこう妥協せずにぶつかり合って。 のにそこでこう喧嘩別れにならずこう解決に向かえたっていうのはすごいですよね。そうですねあのきっと多分もともとやっぱり何と何に向かっていきたいかこの2人でいつも何年後にはどうなっていきたいっていうようなことをきっちり話し合いをしてるので。 そこに向かって、それが最初からずれてると多分、いくら話し合っても、こっちに行きたい、あっちに行きたいってなってしまうのかなと思うんですけど、最初にそこがお互いに、違う目標であってもお互いにそれが分かっていれば、こうずれずにぶつかってもまた軌道修正していけるのかなっていうふうには感じてます。うん すごい素晴らしい,い。本当に今の素敵な言葉ですね。だからご夫婦で一緒のものを、一緒の未来を見る、見ているっていうのが、やっぱりすごく大事っていうことですね。うん、うーん。あだからこそ本気でぶつかっても軌道修正ができる。あすごい素敵です。これはもう大ヒントですね。いや、ありがとうございます。じゃあ、えっ、ー、と、 そんなリコさんがね、まあ、いつもここでね、あのー、誤解のないようにお話をするんだけれども、結婚しなくても、もちろん幸せな人生は当たり前ですけど、あると思うんですよね。だから何が何でも結婚が絶対だっていうことではないってことを誤解のないようにいつもここでお話しするんですけど、ただ私たち、結婚をせんと選択した私たちにとっては、 やっぱりもう結婚イコール人生ぐらいになるのでそんなね結婚同じように選択されたリコさんは、えー、と結婚してよかったなこうだからよかったな結婚ってこんなに大切だなって思うことがあったらお話しいただきたいんですけれどもどうですかそうですねやっっぱりり、ま、さっきもお話しした通りやっぱり自分 1>, 1人だと気づけないこととか、うん、パートナーがいることで、まあ、結婚しててもしてなくても、やっぱりパートナーって必ず必要かなって。人間って絶対1人では、もちろん1人でできることもあるけど、本当に自分の見えない部分とか、もっとその先に進んでいくために必要必要な。 パートナーっていうのは必ず必要で、やっぱり結婚して同じ家庭にいて、いるっていうことは、もう相手に対しても責任があるから、お互いにこう、本当に成長し合える、そういう、あの、相手がいるっていうのはすごく幸せなことだと思います。 パートナーは必要だっていう言葉は大きいですね。そうですよね。なんか人が一人でできることってやっぱり限界がありますよね。本当にリコさんがおっしゃってくださった通りですね。なんか私たち人間ってこう成長することで幸せを感じられるようにできてるんですよね。だからね、パートナーがいてくれることでたくさんの成長を感じられるっていうのが幸せにつながっているっていうのは本当にその通りですね。 あの、そういえば、莉子さん、お子さんもおられますよね。はい、うん。なんか子育てについては、ご夫婦どうですか。そうですね。子育てについても、すごく話し合って。あの、うん、そうですね。よく話し合います。なんかぶつかったり、意見が違ったりしませんか。そうです。子育てについては、結構意見が、まあ、合うことも多いので。うーん。 あのお互いの子、それもやっぱり話し合って、あのお互いがいいという思うところをきっちりと、うん、子育てに取り入れるようにはしていますね例えば、結婚する前にそこまで分かってました<と>例えば、ね、<の>子育てに対してどんな思いを持ってるとか、あの価値観だとかっていうことを。<laughs> 結婚する前から分かってましたそれは分からなかったですね子育てに関することはそうなんですよね子育てに関するものってなんか結構ギャンブルですよねそんな細かいところまで結婚前に話さないですもんねそうですねだから結婚してお子さんができて初めてこうぶち当たるまあ、壁ではないけれども問題エピソードですよね <laughs> あそれに関してあの 意外と、だから、旦那様はこう価値観が近かったなっていう感じなんですかね、さんそうですね、多分私はその夫を育てているっていう感覚があるので <laughs> すごいですね。<laughs> うんうんう多分、夫がやりたいことは、自分が子供の頃やりたかったことなんだろうなって思うので。うん それを取り入れてそ、そこを満足させるようにしているっていう感じですね。本当ねだ、なんかある意味、お母さんの面があるんですね、リコさん、うん、え、ご主人様とご主人様がすごく年下だったりするんですか同い年なんです。ああでもよく言いますよね、男性の方が精神年齢は女性より低いって言ったりしますよねそうですよね。 ある意味ではすごい頼りになったりこの部分ではって部分に部分によるのかもしれないですけどねでうん、うん、もんこの言葉の端々になんかこう頼もしさを感じますねリコさんの、うん、そうですねはいそのギャップが素敵です本当にありがとうございますじゃあなんかそうですねあのまとめるとやっぱり 話ができるっていうことが大事なんだなっていうのと、あとやっぱり健康的な食事が大事なんだなっていうのが、今回、リコさんのお話ですごく感じたことですね。ね、あのー、さっきお話しされたように、ちゃんと話をしてくれないんです、うちの夫はっていうのをよく聞くあ。私、あの、夫婦、えっと、夫婦のね、 再構築のためのコンサルタントもしてるんですけれどもでクライアントさんのねお話をたくさん聞いている中で話にならならいんですすっていいう人も結構いるんですよね <laughs> でうどうですかそのちゃんと話ができるようになるためになんかこう秘訣みたいなのってもしあったら教えてほしいです。 そうですねやっぱりその時間を設けるっていうことはすごい大事でそういう場をセッティングする話しやすいようにしてあげるで私はやっぱりそこで食事が出てくるんですけど週に2回は必ず一緒に食事をするようにしていてその日はもう夫の好きなものを作って心を開かせて <laughs> お酒も 準備して、で、そこでこう。話させていくなるほどー。いや、すごい、あの緻密に。計算されてるんですね。<laughs> いや、すごい、ね、大好きなものをね、揃えてあげてって、美味しいもの食べてたら、それも、それは心開い。ちゃいますよね。そうなんですよね。 でちょっとお酒も入ったらね言葉も滑らかにきっとなりますよねいや素晴らしいなんかその週に2回っていうのもねなんか結構ポイントでしたねなんかマッチ頑張らなきゃと思うと無理って思う人も多いと思うんですよねでも週に1回とか週に2回からって聞くとあできるかもって思う人も多いだろうしあるいは 大事な話をしたいその時だけでも頑張ってみるとかっていうのもなんかすごくヒントになりますよね。いいですね。もう,うん、うん、あの会とかでもいいと思います。そういう日で、うんうん、ご主人様が大好きなものを揃えてあげるっていうのもいいですね。こセッティングしてあげるんですっていうのがすごい意外でした。いやありがとうございました。 ささっきから、ね、お子でもいいんですよいいんですよそういうね温かい感じがいいなと思ってはいそんなさっきからね出てきているの大切なお食事のお話ですねじゃありこさんにお聞きしていきたいなと思いますえー、っとお写真ね持ってきていただいてるので写しますね はい、これが、えっと、これもりこさんのご活動が分かるお写真なんですけれども、これはどんなときのお写真ですか、うん、これは私があの料理教室を本当にあの始めた頃の初期の,あの写真なんですけれども、自宅ですか、これ。えっと、これはそうですね、はいうーん。こんなたくさんの人が集まれるんだ、すごい。そうなんです。 でやっぱりもう子供から子供のいるママも、それからその奥には年配の方も、男性も本当にいろんな方があの教室に来ていただいて、あのみんなで本当に難しくなく一緒に作って食べるっていうことをずっと実践しています。えー、あの、 あとお料理教室ってね結構たくさんあるじゃないですか。うん、でお料理学びたいなと思った時に私なんかもう迷うんですよね。誰に教えてもらおう、うん、あるいはどこの教室がいいかなって。うん、でそんな中でリコ、あのー、さんのお料理教室のなんかこうおすすめポイントというか特徴というか教えていただけたら嬉しいです。そうですね料理教室 に行くと、やっぱりその料理教室ではできたけど、家でできなかったとか、ちょっと特別な料理になってしまったりとか、することもあるかなと思うんですけども、え私は本当にもう、お家で簡単に実践していただける、あの、そんなに難しく、料理って難しくないんだよっていうことを、皆さんに、あの 自分,自分にもそうですけど、家族のために作る楽しさとか、そういうものを感じていただける料理教室を心がけています。じゃあ、割と簡単なんですか、本当に。そうなんです。それがあの発酵食を私はあの取り入れてるんですけども、発酵食をあの、発酵食、発酵調味料を取り入れていくと、お料理が本当に簡単においしくなっていくので、 簡単に皆さんにあの作っていただけるお料理だと思います。学校調味料も自分たちで作るんですか？はい、あの作り方もお伝えしています。へえー、あの遠方の人もなんかこう学べたりするんですか？あくまでリアルの教室のみですか？ね、あのオンラインの教室も、はい 始め始め始めました <laughs> ええー、そうなんですねやっぱりねお近くじゃないとなかなか行けないですもんねそうですね本当に、うん、いただいて一緒にお食事するのが私は好きだからうん、うん、嬉しいんですけどやっぱり、うん、オンラインではい受講していただけますへえー、素敵。あの えっとどうやってこんなにたくさんの人が莉子さんの教室を知ることにあの知れたんですかね、どうやって見つけられたんですか、皆さん。そうですね、もうお友達のお友達、お友達がお友達を呼んでっていう感じで。え、すごい口コミっていうことですね。一切あの 報告ししたたりとかしたことかこはなくってえすごいですねそれはだからあの本当に簡単だったり美味しかったりするからこそですよね。そうだと思いますえすて <laughs>、うんやっぱり発酵食発酵の力ってすごいですもんね。えっとなんかそのお肉は使わないとかお野菜だけとかそういうことではないんですね。 そうですね私はもう何でもあの、うん、食べましょうっていうのがもうコンセプトです。へ <laughs> えー、じゃあのより何て言うんですかね普通の私たちが、えー、と取り入れやすい感じがしますね。いいですよ特別なことはあのやらずに本当にその方その方が取り入れられる方法でお料理してます。えー じゃあちょっとお写真を戻しましょうか。よいしょ。はい、発酵調味料って、えー、っと、具体的にはどんな調味料ですか、うん、一番多分、ポ、あのー、ピュラーっていうのか、まあ塩麹とかですかね。うん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 。他にもあるんですか塩ず、うん、塩麹醤油麹 それから、まあ、お店もそうですしあとはその麹を使ってあの手作りの発酵させたケチャップとかソースとかあ<え>りますし発酵させたケチャップはいえっ、ー、初めて聞きましたすごいどんな味するんだろう味は一緒なんですかそうでですすね普通のケチャップです ただやっぱり、えー、いろんな添加物とかも入ってるし、自然で美味しいケチャップもできます。え、その発酵ケチャップは、その添加物が一切ない状態で、使え、作れて使えるってことですかそうです。え、すごい。<laughs> え、すごくないですかなんかケチャップはちょっと頭になかったです。なんか、オーガニックなケチャップって。えー 簡単に作れますあの。ケチャップもマヨネーズも。あ、うん、マヨネーズねあ。それもだから全部教えてくださるんですよね。え、すごい。でもそれだけ調味料があったらもう全部できますね、ほぼ。そうですね。素材、食材は普通のスーパーの食材でいいんですよね。うん えー、今ねあの、リコさんの,その背景に、えっと、QR コードが貼ってあるんですけど、はい、そこから入ると、えっと、リ,カあのリコさんのお料理教室にアクセスできるんですかそうですね、こちらの公式ラインからも、はい、アクセスできます。あ、リコさんの公式ラインなんですね、それは。そうです。 じゃあね、ぜひこれを聞いて、その簡単で発,発酵のケチャップも作れるそうなので、ご興味ある方はぜひそこからね、LINE 登録していただいて、リコさんとぜひつながっていただきたいなと思います。そしたら、結局美味しいご飯が作れて、美味しいご飯が食べられて、でそのご飯によって、体、あの、家族の、ご家族の健康が良くなって、で、気分も安定して、 イライラもなくなってご夫婦円満にもなるってことですよね。そうですね。<laughs> すごい <laughs> 全部叶いますね。うん。いやあすごいです。昔から勉強されてたんですかお料理の。あ全然昔は<え>あの料理は全然しませんでしたね。<laughs> 何かきっかけがあったんですか。きっかけは。 私はもともと子どもの頃は本当に小食であんまり食べない食に興味がなくって、まあ、10代20代で摂食障害になってしまって本当にもう食べ,食べるのが本当に好きじゃなかったんですねでやっぱり社会人になって体がもう病気がちで やっぱり食べることが大事っていうことに、まあ、気がついて。で、まあ、ある方が、お世話になった女性が、手料理を食べさせてくれたのが本当に美味しくって、料理って美味しいなって思ったのが、そっから少しずつ、まあ料理には興味があったんですけど、まあ自分でちょっと作る程度。で、あの、夫と結婚して、あの1年ほど台湾に住んでいたことが、 ありまして、その時に台湾でふとしたことから、あの、日本食が食べたいって言われて、ちょっとお弁当を作って皆さんに振る舞ったら、すごいあの好評で、いや、日本食ってすごいなと思って、そこからお弁当屋さんを台湾で始めたのがきっかけで、料理自体に <laughs> 入る。 こす,ゃすごいですねすごいことを淡々とお話しされるのですごいことじゃないのかなってお思っちゃうんですけどすごいことですね <laughs> なんかあの日本,日本料理食べたいって言われてお弁当をこうたくさんですね振る舞うっていうもうそこからちょっと違いますよねでそれで美味しいって言われたらじゃあ今度お弁当屋さんやっちゃうとかっていうのもそれも海外で。 冒頭で言われてたその何て言うんでしょうねゴールに突き進む力みたいなのがちょっと垣間見えますね <laughs> 普通そういかないですよねすごいですねで実際お料理も上手だったんですねだけど摂食障害ってその食べるのが本当に嫌って私も本当に食べるのが好きなので本当に分からない世界なんですけど。 食べるのが嫌ってどういうこと、うん、何が嫌なんですかたん、子どもの頃の経験とかもすごく大事だと思うんですけど、うんあんまりいつも、まあ、ご飯食べずにお菓子で済ませたりとか、そういうこともしてたので、ね、子どもの,、まあのって 力がいるので、特に子供の頃は、だんだんこう食べるっていうことがめんどくさいことになってしまう、そうすると消化器官も弱ってくるので、もう食べられないで、食べるともう疲れちゃうからあの、逆に体力使っちゃうので、食べたくないってなってくるんですよね。あともう思春期になると、ダイエットとかそういうのも入ってくると、食べたら太る。 食べたくない？で、好き嫌いも増えてっていう悪循環ですね。うんえー、今すごい大切なお話し,してくださいましたよね。実際そういう方が。きと昔よりもたくさんいるような気がします。そうですね中に。でも食べることが本当にしんどいんですね。小さい時からトレーニングされてるんですね。自然に実はそうなんですよね。 そっかってことはなんかねこんなことあんまり言ってお母さんたちにプレッシャー与えたくはないんだけどやっぱりその、まあ、お母さんに限らないかお父さんが作ってもいいんですよねご両親の,その子供たちに対するその食事の提供っていうのは結構あの大事なことですね改めて。うんそう,です、ね、うんだからやっぱりそこがあのそこにつまずいてる人とか。あの 大変でうまくできない人はそれこそ本当に子さんみたいな方に簡単で健康になれるようなお食事を習うっていうのは本当にいいことですよね本当にあの皆さんに取り入れていただきたいなと思ってます。本当ですねお子さんがね10代20代になってなんかうまくご飯が食べれなくて体調を崩してって気分も良くなくてってなったら本当に悲しいことですもんね。 うん、いやーでも驚きました摂食障害だったっていうのは、うん、ねーそういうこともあるんですねいやーありがとうございます早いですねリコさんもうお時間ですよ何かね、うん、あのこの機会にお伝えしもれていることもう少しお伝えしたいなと思ってたことありませんか最後にそうですねあの 本当にもう、ちょっと興味の、興味あるなっていう方は、お気軽に、あの、お問い合わせいただいて、あの、日々の、食べるって本当に、1日3、3回以上は、まあ、普通に食べる方なあるし、もう死ぬまで食べるってずっと続いていくので、その食べることが、もう楽しみになって、自分に、もう、周りにもプラスになっていくことになれば、 すごく幸せなことだと思うのでぜひあのちょっと興味あるなっていう方はぜひぜひお問い合わせいただきたいなと思います。ありがとうございます。なんかこのりこさんのね自然体な雰囲気がめちゃめちゃいいですよね。ぜひあの皆さんお問い合わせいただけたらなと思います。はい さあ今日もお時間になってきましたねたくさんの今日はヒントがいっぱい本当にあったと思うのでぜひ皆さんの、ね、ご夫婦やご家族にねあの活かしていただけたらなと思いますしお問い合わせいただけたらなと思います、はい、次回もあのリコさんのようにね素敵なゲストにお越しいただきますのでまたご覧いただけたら嬉しいなと思いますでは今日の素敵なゲストさんは食べやせ体質改善アドバイザー 三つおかりこさんでした。今日もありがとうございました。りこさんありがとうございました。すごい。 まだどうした <music>